次に合併についてのご質問でありますが、まあ、いろいろ通告会のお尋ねもありましたので、それについてはまた改めて申し上げますが、とりあえず通告についてのご質問にお答えを申し上げます。合併につきましては、8月に合併協定書に調印いたしましたが、本庁においては県知事の申請に必要な合併関連議案が否決となり、新たに西方町を除く一市三町で合併協議会を立ち上げ、10月に県知事の合併の申請をいたしました。栃木地区一市四町の合併協議会は休止となり、栃木地区の合併から取り残された状況にあります。一方、鹿沼市との合併協議会の設置につきましては、事務方による合併準備会を11月に開催し、合併協議会立ち上げの準備を進めております。このような中、署名者2649人からの請求によって制定された西方町の合併に関する住民投票条例に基づく住民投票を12月20日に20日日曜日に行うことといたしました。合併の枠組みについて、栃木地区一市四町か鹿沼市との一市一町かどちらかを問う住民投票で、町民の皆さんが町の将来を決める大変重要な選択をしていただくことになります。議員のご質問は、合併について今後どのように進めていくのかということでありますが、この住民投票の結果を尊重したいと思っております。まあ、従いまして、先ほどお尋ねのありました町長は辞職すべきとかいうことにお尋ねについては、この住民投票の結果、町民の選択が鹿沼という選択をいただいた場合は、栃木地区の合併をきちんと見送って3月には辞職したい、こういうお話を申し上げておりまして、山上議員の質問とはいささか違いますので、よく内容を検討して質問をいただければこのように思います。また山上議員からは再三にわたり、まあ、いろいろな町長を誹謗するような発言をいただいております。その一つとしては、町長は病的ではないかとか、あるいは屁理屈を並べているとか、あるいは辞職すべきであるとか、そういうような言葉であります。また町長選挙において過半数を獲得、得票数がですね、過半数を獲得できないのではないのかというようなこともおっしゃっておりました。これは民主主義のルールを否定するようなことだと私は常々思っております。まあ、そういうことで、有権者の過半数を獲得できないような人間がですね、まあ、私が町長としてここにいるというのがおかしいというようなことであれば、今期の議会議員の選挙で山上議員については得票が何票だったのかというようなことも言わざるを得ない質問になりますので、どうかこの点については十分質問の内容を選んでお尋ねをいただきたいというように思っております。以上でございます。次に